はい、どうもニコロです。この商品どうしてもつけたかったと、で実際つけてみてすごく良かったのでね、今回ちょっとご紹介させていただきますけど、僕の中でこの商品の魅力が何かって2つあるんですけど、1つは、シンプルであることね、ドラレコとしてはすごくシンプル、要するにミラーにカメラがついてるだけなんですよね。でさらにはですね、このステーあるでしょ、ステーがタダでついてくるんですよね。まずこの見た目がすっきりしてるということ。よくドラレコっていうとほらもう全面にいろいろごちゃごちゃつけてね、ケーブルだったりなんだりね、これはもうミラーだけで完結しちゃうっていうこのシンプルさ、それが気に入ったってことですね。2つ目がですね、まあこれはもうこの機種に限った話じゃないんですけど、まあ、ジムニーはもう狭いので、荷室がもうちょっと荷物乗っけると後ろが見えないんですよね、バックミラーで。絶対そのデジタルインナーミラーにしなきゃダメだなと思ってたので、デジタルインナーミラーとしても機能するし、ドライブレコーダーとしても機能すると。実際使ってみてやっぱすごくいいなと思って Amazon のセールで買ったんですけど、23,000円台で買えたんですよね。これはジムニーユーザーに限らず、他のね車に乗られてる方でもね、ぜひこれはねおすすめしたい商品ですね。もう1ヶ月ぐらい経つんですけどね、その時の映像をねお見せしたいと思います。はい、届きました。まずはねパーツですね、ジムニー専用 のメールした翌日に届きました。すごいですね、これがねもうすごいんですよ。ビスですね、ビス5本と、まあ、こんな感じでね、まあすごいねこれ、金属製です。はい、素晴らしい。これ純正品よりも全然質感いいね。根元からこれ多分入れ替える仕様になってると思うんで、これ多分使わないと思います。こんにちは。おおつもマニュアルだね。これが本体ですね。質感悪くないよ。いいよいいよ。ここがカメラね。はい、で、マイクロ SD カードですね。あとリセットボタンの穴ですね。ここがプラスネジで止まってるんで、ここをそっくりここ交換するような感じですかね。じゃあまずこれ外します。おそらく取れると思うんですけど、はい、取れました。でこっち側も、はい、取れました。こういう感じでつくわけですね。よし、美しい、素晴らしいですね。これだけで完結しちゃってすごいよね。はい、カメラの延長ケーブル、電源ですね。電源はですねオーディオの裏側から取る予定なので、はい、これはいらないですね。はい、これは使いますね。これ金具ですね。これはいろんな車種に合わせて、いろんなアダプターついてるんですよね。これがねデフォルトでついてたやつなんですけど、こういう風な感じで、車種に合わせて、これをはめて使うと。これもいらないですね。バックカメラ用のこれが入って、これは多分使うと思います。僕車内につけるので、はい、これはちょっといるかなって思うので、ちょっと緩いねこれ。いい感じでつくんじゃないですかね。はい、これはいいと思います。はい、これ使えますね。はい、でこれが GPS ですね。はい、でこのケーブルね、はい、この主電源と ACC アクセサリー電源は僕ナビ裏から取るので、これがおそらく GPS、これがミラーに。バックカメラを接続する場所ですね。でこれがアースと、この先端も、リアデフォッカーのケーブルの穴があるんですけど、そこにしっかりとね入るんですよね。僕がこれ一番気にしてたとこなんで、はい、素晴らしい、はい、もうジムニーに最高ですね、ぴったりです。バックカメラの方ね、ここに貼り付けます。で、ケーブル回して中通して蛇腹通して、ここに持ってくると。助手席側から僕通したいので、だからここも取らなきゃダメだね。頑張ります。
昨日ちょっとね日が暮れたんで途中でやめましたけど、こういう感じで引き回してここまで持ってきます。あとねバックカメラ、格安バックカメラをここにつけて、ここのグロメットを通してここに持ってきてます。まあ今日はですねこの助手席側の、はい、サイドの方で配線して前面に持ってきて、ナビ裏の方でねケーブルを接続して、はい、あとはドラレコの本体ですね、本体をつけてコンプリートですかね、はい、早く終わらせたいです。おさらいですね、これがまずバックカメラですね、1本来てます。次これ2つ、こっちはドラレコのケーブルですね、うん、でこっちが映像の方、これがですねなんだっけな、バック信号だね。これ実は赤いケーブルになってたんですけど、ちょっと僕延長してまして、この配線するにあったらちょっと足りなかったので、っていうのもバック信号ね、ここにねこのねブラウンのケーブルからまあ分岐させてバック信号取ろうかななんて思ってはいたんですが、この辺ちょっと触りたくないので、あの前からナビの方からバック信号の方をね延長でここまでちょっと持ってきて、そこでつなぎこうかななんて思ってます。はい、ここプッシュピンね5箇所外して引っ張ってます。ここ、これはねここ取らなくてもいいかな、前の方にピンが1つ助手席側の方にねあるんで、はい、そこ外したいと思います。ピンを外して、あとここですね、これはもう引っ張るだけ、これね、うん、こんな感じですね。ここ取らなきゃいけないんで、ここですね、でここもピンがあるんで、これ回して取れるピンだね、はい取れました。あとはこれ軽く抜くだけですね、ここで止まってるだけなんでね。はい、お次はグローブボックス ね、はい、こことここ引っかかってるだけなんで、ちょっと内側に寄せて外す感じですね。よし、思いっきり下に向けて、あとここを引っ張るだけですね。はい、 OK、 このピラー、 A ピラ取ります。よいしょ、ついでにデッドリングもしたいな。ちょっと簡単な説明ですけど、ここにドラレコをつけますと、そこから電源だったりとかね、映像のケーブルは、上を通ってここね A ピラーに落とし込むと、この裏ですね、この裏側を通ってこのねナビ裏から電源だったりいろんなものを取ると、バックカメラですね、バックカメラは今これハイなんですけど、ここドラレコ用のバックカメラと格安バックカメラね、両方ともこうここまで引っ張ってきて、同じくここ通してナビ裏に行くと、バック信号をここの裏からね取りたいので、そのケーブルもね1本後ろからケーブル持ってくるときに一緒に引っ張ってこようかなと思ってます。そんな難しくはないですね。はい、じゃあやりましょう。まず後ろからだね。で僕さっきバック信号をね前から持ってくると話をしたので、ちょっと作りました。これをね、フロントの方から持ってくるバック信号ですね。これ2つメスの擬宝子を作ったので、ここでまずね1個接続したいと思います。これで OK で、アースはこのねここで取ろうかなと思って OK。 はい、あとこれねこれをつないで、はい、フロントに持っていくと。であとはこの辺の配線をちょっとまとめましょうかね。まあ、この赤い方がね格安のバックカメラで、こっちの方がドラレコ用のバックカメラねのバック信号です。はい、で前の方に格安バックカメラのコード、この太い方がドラレコで、このフロントからのバック信号ね、はい、この3本を伸ばすイメージですかね。前に引っ張っていきたいと思います。まあ、ここに這わせてね、はい、いきたいと思います。また蜂が来た、ほら、よし、ドラレコ用のバックカメラ配線が、はい、これですね。でここで格安バックカメラのケーブルが来ていて、まあ、ここでガッチャンコしてこの3本のケーブルたちを前の方に持ってったと、まあ、こういう感じですよね。はい、こういう感じで這わせてます。はい、今ここまでね、はい、持ってきたんですけど、これちょっと途中赤色に変わってるんですけど、これはあのケーブルが短かったんで、はい、ここから黒から赤に変わってます。この赤いのがバック信号、太いのがドラレコ用、こっちが格安のバックカメラということで、次はねこの上だね、今度ドラレコの方なんだけども、ミラーをつけて、ミラーの配線をここに持ってくる。設置する前に比較ね、大きさのちょっと一回り大きいかなという感じですね。でも質感は素晴らしいです。はい、
さらば純正の未来を。わあ、これ結構干渉するね。いや、干渉するとは聞いてたんだけど、ちょっと仮止めしますね。結構もうここでもう当たっちゃうよね。ここでスペーサーをかませることによって、今度このいわゆるビスがね、届かなくなっちゃうわけですよね。うん、なので長めのものをこれ買わないとダメだね。はい、いろいろやりましたが、結局ワッシャー5枚とゴムワッシャー2枚ね、これで やってみたい。すごい短いけどね。うん、これでやってみたいと思います。これ大丈夫だろう。うん、よし、だいぶ浮いてるね。いいよいいよ。結構きつく締めてますが、うん、当たってないね。振動でも当たらない感じですね。うん、はい、答えはワッシャー5枚、そしてゴムワッシャー2枚ですね。一応蓋が閉まるかだけね、ちょっと確認します。もういけたね。うん、いいじゃない、こい、来た。あー、よかった。これ繋ぐだけですね、パチンとね。人の中に入れます。おー、すっきり。どう？うん、美しいね。はい、でこのケーブルはここですね。ね、A ピラー通ってこうやってここまで来てますということですね。はい、このピラーからここ裏通してこの裏につなぐという流れです。このケーブルがですね5本来てまして、この黄色と赤がね電源ですね。これがアースですね。これはバックカメラに接続するためのやつです。これはね GPS を接続する。この5本がね来てるわけですよ。こういう感じね、この今通したやつねの先がこうなってるわけですね。でここ通してからこれやるべきでしたね、ここ。うん、まあこれまた下から引っ張るんですけど、うん、これ一回またここを通さなきゃいけないので、通るのかなっていうのがちょっと心配で。はい、なんとかケーブル通りましたね。こっち側手前から通したら結構すんなりいきましたね。つけちゃいますね、 GPS ね。もう出ししたんで、うん、GPS ね。よし、はい、いいんではないでしょうか。よし、来た。こちらね、ケーブルの大移動です。来た。まずこれがバックカメラ勢、ちょっとややこしくなっちゃうんでね。はい、よし、来た来たぞ、来た来た。あー、暑いね。もうさ10月だよ、間もなく。でこの暑さ何、山なのに。僕8月あまり動画上げなかった理由はこれなんですよ。作業でめっちゃ暑いから、やりたくてもやれないという事情があったんですよね。うん、格安バックカメラとドラレコバックカメラね。でまずこっちね、バック信号、これちょっとギボシ作るんで、はいね、サクッと、はい、できた、ね、これでだね。バック信号を実は僕前テストした時に分岐しといたんですよね。S バックっていうやつで、パープルなんです大体ね。これもう三つ股になってるんですね。1個はディスプレイオーディオ、もう1個の方にまた分岐があって、この一つにね、このリアのね格安カメラのバック信号、はい、つまりここから電源を取るってことですね。バック信号なんていうけど、つまり通電するってことです、バックギアに入れたらね。こっちだね、こっち。格安カメラはここにね、リアビューカメラ入力ってのがあるんだ、ブラウンなんで。だいたいブラウンです、最新の最近のものは。ここに入れます、これで OK で、これでもう格安カメラは OK と。で次がドラレコのバックカメラ、ドラレコの方ちょっと外しますね。これね、メインパートこれ来てるじゃないですか。でここにもう分岐があるんで、ジムニーから来てて今ディスプレイオーディオにつながってるんですけど、ここに
刺します、まあ、黄色黄色で分かりやすいよね。 ACG これだ、このアクセサリー電源ってやつね。これはもうすでに ETC とかね、その辺分岐しちゃってるので、そっからまた分岐されてる状態なんでね、ここに刺します。でアースね、僕はねアースまとめちゃってるんで、はい、これでちょっと、はい、 OK、 アース OK。 次が、バックのカメラね、これをこれにつなぎます。なんか撮れそうな感じだね。はい、次が、はい、GPS です。 GPS をガチャンと、これで5本全部 OK だね。まあこれはこれでひとまとめにしておきましょうかね、はい、エンジンかけてみたいと思います。どうかな、動いたね、動いた動いた、ついたついた。ちょっとまだねカメラのフィルムとか剥がしてない、ここもそうなんだけど、のでちょっと映りはねいまいち、後ほど、はい、おおいいね、ちょっとバック入れてみます。きたー、エンジンかければオーディオが起動、完全起動する前でもねちゃんとバック表示してくれるんでね、今同じねアングルですけど、バックに入れた時はちょっともうちょっとね下向きに設定もできるので、うん、これはいいぞ。今ここ稼働してる部分ね、ここが若干緩めなんですよね。なので、まあ、ちょっと何かに当たったりとか、あと激しい振動の時ね動くかなっていう、動きがちというか、こっち側はここもう直で締めれるからいいんですけど、あともうちょっとこれねちっちゃくてもよかったのかなと思いますからね。はい、それでは、まあ、簡単な操作方法をね説明したいと思います、まあ、電源入れます。スタート。はい、起動時間大体こんな感じですね。通常はもうここに、もう赤ランプついてると思うんですけど、これでも録画されてるということですね。表示上は後ろが今映ってますけども、前後同時に録画されてます。エンジンをかければ自動的に録画されるということですね。これ今後ろ見えてますけど、こうちょっと一回タッチすると、まあ、こういうメニュー画面になるので、まあ、これでいろいろ切り替えていくんですが、例えば夜とかね眩しいなとか思った時はこれちょっと長押しするとね、まあ、こういうモードになるんですね。ここで速度だったりとか、まあ、速度とかこの辺はあんまり使う方は使わないとは思うんですけど、これでね若干暗くなるので、まあ、GPS はここで活躍するわけですね。でもう一回タッチすると消えます。普通のルームミラーの状態になります。でもう一回タッチするとここに戻って、もう一回タッチするとここに戻ると。左から説明するとこれマイクですね。これは今録画されてますけど、車内の音も録画されてる状況なんですよね。なんですけど、まあ、マイク音取りたくねえなという時はこれを押せば映像だけの録画になります。これはですね、見え方ですね、こちら側がバック、こちら側がフロントですね、のカメラで映した映像をデュアルで映す感じですね。でもう一回押すと今度は前だけ、はい、後ろ、デュアル、前方、後ろみたいな感じで切り替えれます。でこれ再生ボタンなんで、これは録画したものを再生します。今録画中なんで再生できないのでお見せしませんが、はい、再生もできるよってことですね。録画ボタンね、これ今オンになってる状態、これを押せば録画を解除できますと。もう一回押せば録画できますということですね。でこれは写真ですね、中にね SD カード入ってるんで、ここに映像と別でね写真が保存されるわけですね。でこれなんだろう、これロック、ファイルロック、これ黄色くなりましたよね。今録画してるものは削除されませんよってことですね。でこれはSD カードの容量がいっぱいになっちゃうと、古いものからどんどん削除していく、上書きしていく感じのね仕様になってますので、はい、このロックをしておけば、上書きされずにずっと残り続けるということですね。何かあった時、これは大事だなという、これは保存版だなという時はこうロックボタンを押してということですね。でもう一回押せばキャンセルという感じです、はい、でここが設定画面を押すと、まあ、大きく録画モードシステム設定とあるんですけど、まあ、この操作音だったり音量だったり言語だったり、まあ、一般的なドラレコが搭載している機能ですよね、はい、ちょっとこれね指で動かせばアングル、上下のアングルを変更できますと。前も同様ですね、はい、こんな感じで、まあ、実際は、まあ、これぐらいの映像を撮ってるわけですね。
これぐらいの映像を撮ってる中を切り抜いて今表示してるだけなので、そのどこを見せるかっていうだけの話なんですよね。あと明るさ、ここね輝度の設定あるんですけど、今オートになってるんで、明るさ今オートになってますので、オートを押すとマニュアル操作になりますね。個人的にはですね、もうちょっと暗くできてもいいのかなっていうのが率直な意見ですかね、はい、眩しいの嫌いなので。まあでも基本オートにしてます、はい、そんなにストレスがたまるような明るさではないので。バックに入れた時にですね、下に映る、下が映るんですよね。でこの位置を変えたい時はただこれをずらせばいいだけです、バックの時に。まあそんな感じです。使ってみてね、まあ、特に大きな不満はないんですよね。映像もまあまあ一般的なカメラとそんな変わらないのかなっていう感じですね。まあ僕他の車たまに乗ったりして確認はしますけど、他の車種と比べてもそんなに遜色ないレベルの画質かなとは思うんですが、まあ、強いて言うなら、まあ、もうちょっと広角を緩くしてほしいなと。例えば結構後ろの車ぴったり僕の後ろについてるんだけど、だいぶ離れて見えたりとか。ただ広角のメリットもあるんですよね。何かというと、この部分が見えちゃうんですよ。例えばこう後ろを見ててね、死角がねほぼないんですよ。実際に僕のサイドミラーよりも全然これ広く映してくれるんで、例えば車線変更の時に、まあ本当は目視しなきゃいけないんですけど、目視しなくてもいいぐらいですね。もうこっからね、車がこう見えなくなる時ってもう真横に車がいるぐらいの感じなんですよね。うん、それぐらい広角なんですよね。なのですごいこう楽ですよね、運転がね。いいところでもあり悪いところでもあるという。あと夜の画質はまあそれなりですよね、うん、ただね、総じて言うと2万円ちょっとでね、このクオリティのものが買えるってのはいい時代になったなと思いますよ、うん、単純にこのミラー型のドラレコじゃないですか。ただのいわゆる安いねドライブレコーダーだって、まあ、結構いい値段しますから、ね、デジタルインナーミラープラスドラレコでね2万円で買えるってのはすごくねいい時代になったなと改めて思いますね。あとね、日本メーカーもね頑張らないとって思いましたね。またねどんどん進化していくんでしょうね、はい。まあ、僕ジムニーカスタムいろいろやってますが、うん、もうトップ3に入るぐらいね、優秀な商品かなと思っております。ってことで終わります。ではまた。あ、終わる時ねこんな感じ切ってオフしてから、まあまあ結構長時間録画されてるんだよね。